謝らなきゃいけないことがあって本当は黙っておこうと思ってたんだけど、ここでエイジ君とはもうお別れだし思い切って言うね。もう大丈夫、おう、俺これチャック噛んでるだけよ、思い切って大丈夫。実は半年前から別の人とも付き合ってました。っていうことは二股？そんな大事なことよく勇気出して言ってくれたな。でその人とエイジどっちが好きなの？本当に好きな人は別の人で、エイジ君はなんかこうお財布的な存在っていう。もうとんでもねえこと言い出したこの女。おい、でどうするつもりだったの？エイジ君とはなんとかいい感じに別れて別の人と結婚しようと思ってました。いやチャック噛んでるだけよ大丈夫そんなぶっちゃけて。おい絶対、おいなんかぬるぬるのぶっかけろ、ぬるぬるのぶっかけろここに。おいおい、でその相手って俺やねん。お前止まんねえな。お前何ヘラヘラしてんだよ。おいノックこれら笑ってる場合じゃねえよこの野郎な。出せ出せこっから。おい、あとさ、この際だから言うけど、俺実はこいつの財布から2万抜いたことあるんだ。いい加減にしろよこの野郎。俺もこの際だから言うけど。どの際だよ。さっきこいつの財布から3000抜いた。お前犯罪者集団じゃねえかお前らな。俺もさっきこいつの携帯のデータ全部抜いた。お前何やってんだお前。おいヘラヘラしてんじゃねえよ。おいなあ、腐れ気道でも開けろこれな。おいおい、じゃあそろそろ行くか。おいちょっと待って、おい置いていくな。おいおいちょっと待ってって。おいおいおい、全員は無理だけど西村だけは殺す